オスナ公爵夫人、フランシスコ・デ・ゴヤが、1785年代12代、ベナベンテ伯公爵夫人、マリア・ホセファ、アロンソ・ピメンテル・デ・ラ・ソレダー、グランデは、スペインの貴族女性、芸術家、作家、科学者のパトロンとして知られた。ベナベンテ伯公爵夫人、マリア・ホセファは、1771年に、第9代オスナ公爵、ペドロ・デ・ヒロンと結婚し、 オスナ公爵夫人と呼ばれるようになった。公爵夫妻はたくさんの子供を設け、彼女の持つ財産と貴族称号はオスナ家に引き継がれた。同時大臣の評価によれば、オスナ公爵夫人は際立った知性、美貌、洗練、立ち居振る舞いで有名で、スペイン社会で重要な役割を果たし、慈善事業に力を注いだ。伝統から解放された型破りな公爵夫人は、 マドリードにおいて、最も重要な文芸サロンの一つを形成し、18世紀、後半の啓蒙時代を生きた、改名派貴族のゴンゲのような存在だった。一方で、オスナ公爵夫人は、王妃、マリア・ルイサ・デ・パルマ、アルバ公爵夫人と、宮廷社公会における派を競い合っていた。画家フランシスコ・デ・ゴーヤーは、オスナ公爵夫妻の進歩的な姿勢を高く買い、 公爵夫妻を信頼できる支援者として見ていた。オスナ公爵夫人は、ゴヤの版画集、カプリチョスの第一版の一つを買い上げただけでなく、黒い絵を含む二連の室内壁画制作を依頼したとも言われる。ゴヤによる有名な肖像画の中では、オスナ公爵夫人は、貴族的な抑制された態度を見せ、感謝の側を向いている。公爵夫人は、フランス王妃、 マリー・アントワネットが牽引する当時のパリモードを意識したファッションに身を包んでいる。公爵夫妻の娘の一人であるサンタクルス公爵夫人ホアキナも親に肖像画を描かせている。ありがとうございます。